三味線の演奏で変わった体験をしたことはありますか？こんにちは、時和津西洋でございます。いかがお過ごしでしょうか？私は今日は所用で大宮に行ってまいりました。書道の作品をいろいろ拝見してきたんですけれども、書道のね作品を拝見しておりますと、こう緩急のつけ方とか空間の作り方などが三味線音楽に通じるものがありまして、同じこう和音の世界をベースにしているといろいろな共通点があるものだなと思いながら拝見してまいりました。さて、今日はメール通信の読者様からご質問をいただきました。質問の内容はこちらです。三味線の演奏で変わった体験をしたことはありますか？お答えします。あります。私が困った、そうですね、私が本当に非常にびっくりした体験というのは、実は女性は歌ってはいけないと言われたことです。これはね、本当にびっくりいたしました。なんかお伺いしたら、確かに宗教的な理由で女性は歌を歌ってはいけないという何か教えがある。でご自分たちはそれを信じているので歌わないでください。でも三味線を聞いて踊りが見たいですというリクエストがあったんです。この時はね、本当にびっくりしまして、というのは、ではなぜ私に頼むと思ったんですね。男性に頼んだら一気にそれは解決できる話じゃないかしらと思ったんですけれども、旅行会社の方もその時はなんか私たちもびっくりしましたというようなことをおっしゃっていらしたので、あらかじめ聞いていなかったようでした。さあ、その時どういうふうに対処をしたかというと、仕方がないので三味線だけで芸者さんに踊りを踊っていただき、そしてお囃子を入れていただきました。お姉さんもこういう経験は初めてですっておっしゃってたのがとても印象に残っています。そうですね、実はですね、その歌を歌ってはいけないよりももっと困ったことがあって、それはですね、掛け声も使えなかったことです。三味線の音楽というのは掛け声も、音楽の一部ですので、掛け声が使えないと非常にやりにくいんですね。タイミングを取るのが難しい部分がたくさんあります。その時はですね、お囃子に男性の方が入られていたので、仕方がないので男性の方に全部掛け声をかけていただいて、とにかく女は声を出すなと言われるのでね、しょうがないですね。で、そして、なんとかしのいだ記憶がございます。あれ、女性のお囃子の方だったらしょうがないので、こう膝を叩くとかそういう方法で始めを決めるしかないかもしれませんね。そうですね、日本人の方というのはですね、大体三味線というのはこういうものだという一般的なイメージがありますので、突拍子のないことをおっしゃることは稀じゃないかなと思います。私はそれほど非常識なことを言われた記憶はございません。ですが外国の方はやはり文化が違うので、こう来ましたかというようなことをおっしゃったりとか、リクエストがあったりすることは結構よくあります。最初はね、本当にびっくりしてたんですが、世界にはいろいろな考え方をする人がいるんだなと思って、
私にも勉強になりました。当初は大変に面食らいまして、どうしましょうって真面目に考え込んでいたんですが、今は今度はそうきましたかというふうにだいぶ余裕が出てきたのが、少し私が大人になった証拠かなと思っております。あなたは三味線の演奏で変わった体験をしたことがありますか？もしありましたら、この動画のコメント欄から教えてくださいね。三味線の世界には楽しい、そして奥深い世界が広がっております。三味線の情報はメール通信からもお届けしております。メール通信もぜひご購読くださいませ。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。